はい、ではあの19時になりましたので始めさせていただきます。皆様こんばんは。会員の鈴木と申します。会員特別セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。今日は発達障害とグループホームということで、えー、生活面にあのフォーカスしたですね、えー、テーマですね。えー、こちらを、えー、特例、えー、特定非営利活動法人の PDD サポートセンターグリーンフォーレスト のの浮貝秋典さんにお話をいただく会となりまますすでではまず今日のスケジュールからですこのあと5分ぐらいですね、私から今日のテーマについてお話しさせていただきます。その後20分程度、浮貝さんにですね、発達障害とグループホームというテーマで、グループホームの制度について、それから特に発達障害の方の利用について、 えー、特に、木、え、貝、ー、さんのところはです、ね、横浜市でモデル事業をされていますのでその先,、えー、先駆的な取り組みに関してです、ねえー、少し、えー、シェアをいただいて、えー、後半は質疑応答ということで皆様から事前にいただいたあるいはライブでいただいた質問にお答えして、えー、1時間程度でクロージングと考えています。 テーマに入る前に、まず、我々、会員について説明させていただきます。株式会社海援、13年前にスタートした会社で、発達障害や強みや仕事ということをテーマに行ってきている会社です。仕事ということが入っているので、今日のテーマであるグループホームっていうのは、実は少し遠い会社ですね。就職の支援とか、あるいは、えー、放課後等デイサービスなどの療育とか、 あるいは学プロとかマイナーリーグにしてもご本人を就職自立に導くというのが大きなテーマですし、まあ、会社とか福祉の事業所についても、まあ、そういった就職の支援、えー、や自立の支援をテーマにしてきました、まあ、一方で、まあ、自立とか就職、えー、当然一番長い時間過ごすのはあの実は職場ではなくてですね、まあ、家ですよね はい、週末も含めてありますので、えー、就職を支援するにも、自立を支援するにも、実は暮らすところっていうのは、もう当然のごとくですね、えー、関わる部分になります。ですので、当社も、えー、事業を拡大していく上でえで、ー、暮らす部分というのが、やはり大きなテーマになりつつありまして、き、まあ、今日の、えー、発達障害とグループホームという特別セミナーを組んでみたいなと思った次第です。 で我々が今回、えー、発達障害とグループホームという特別セミナーをしたいと思った、えー、背景にですね、3つの問いがあります。まずは、えー、グループホーム、発達障害の当事者の方、まあ、あるいは、えー、ご家族の方、この障害福祉の制度についてご存じ,、ね、ご存じない方がか,かなり多いんではないかということですね。まあ、一人暮らしとの違いって何なのとか、まあ、シェアハウスってあるよねと あるいは老人ホームとかあの高齢者のところでグループホームって聞くけれどもそれとの違いはわ、まあ、からない方多いと思いますのでこのあたり対象が誰なのか、まあ、利用料とかどうなのかサービス内容というのはどうなっているのか、まあ、こういうのがまず一つの問いとしてえ今日あの解き明かしたいところになりますまた開園の就職の支援自立の支援をしていると実はほとんどの方がグループホームというのは使っていません、まあ、多くの場合 ご家族と暮らしていいたりあるは一体どうして発達障害の人はグループホーム利用していないのか、まあ、多くの場合は、えー、特別支援学校などを卒業して働いたり自立をする、えー、知的障害のある方がですねグループホームを使うというイメージ実は私はあるんですけれどもどうしてそういうことが起こっているのか、まあ、このあたりを、えー、2つ目の問いとして立てたいと思っています。で、最後。 実は厚労省の中でも、あるいは周辺でも、ですねこのグループホームというのは、どういう制度にすべきか、どういうふうに運用すべきかというのは、かなり議論が激しく行われているところです。 今のグループホームの制度をめぐる問題、あるいはさまざまな運用,問題運用をめぐる問題についてですね、今日まあつまびらかにして、できる限り皆様がグループホームという選択肢を身近に感じていただけるようにしたいというふうに思っています。本日のゲストは、特定非営利活動法人、PDD サポートセンターグリーンフォーレスト、横浜にある NPO ですね。 えー、そこの浮貝則さんにお願いいしています、えー、このセミナーを開くにあたって、えー、実はあの論文集がありましてですね、えー、グループホームの、まあ、その中でもやはり、まあ、一番面白くて一番発達障害の、まあ、ご家族当事者の方に聞いてほしいなというのがあのその論文書いてらっしゃったのが浮貝さんでですね、えー、少しこれまでも、えー、会演接点があってとても今日楽しみにしていました。 でえー、グリーンフォーレストさんは横浜市の独自事業ですね、えー、右側にありますけれども、発達障害者サポートホーム事業ということで、えー、今、2棟ですかね、えー、とされています。ちょっと読んでみますと、主に在宅から一人暮らしに向けた準備段階として、1K アパートタイプのグループホームでサポートを受けながら生活ができますと。玄関、風呂トイレなどの設備面は各部屋に独立しており、 いいですね独立しており、各部屋へ支援者が訪問する形で相談を受けたりとか助言、必要なサポートを行いますということですので、ここを運,運営しているでウキガイさんに、えー、現状のグループホームや今後について、えー、伺っていきたいと思います。ウキガイさん、えー、本日本当にどうもありがとうございまますお、えー、お話し聞けるのを楽しししししみにしていいいたたそれではあのよろしくお願いいたします。 よろししくお願いいたしますでは、ちょっと画面、資料の準備をします。はいでは、えーと、今日ですね発達障害とクループホームというテーマで、少し、えー、と15分から20分ぐらいですね、私の方でお話をさせていただきます。 まず最初にですね、えっと、うちの法人の紹介を少しさせていただきたいんですけれども、まあ、PDD って、後半戦発達障害という意味ですけれども、今はね、ASD という言葉に変わりました。えー、当時からま、PDD という言葉でやってきているため、このまま PDD という言葉を残しています。で、もともとはですね、この PDD と言っているわけですので、うちの法人自体が自閉症、 発達障害の方のみを対象としている法人になります。えー、現在はですね、えっ、ー、と、グループホームが6、6箇所。それから、えっ、ー、と、その今日メインでお話しさせていただきますサポートホーム事業。それから、こちらもあの、グリーンフォレスト相談室、いわゆる計画相談ですね。こちらも自衛省発達障害の人のみを受けているという事業所になります。 えっと、歴史としてはですね、この赤字で書いてある運営委員会型としては、平成6年からと書いてありますけれども、この運営委員会型っていうのがですね、えーと、横浜市独自の制度としてあったものです。ちょっとですね、今年度でこの運営委員会型というグループホームはもうなくなったんですね。ですので、すべて国の共同生活援助事業、グループホームっていうふうになっているんですが、 えっと、上に会っ方って何っていうとですね、えー、もともとは、旧在園協障害者支援センターというところがバックアップをして、いわゆる親御さんたちが、えっ、ー、と、我が子のためにグループホームを作ることができたんですね。我が子のために、その、えー、仲いいとか相性がいいお子さん同士、親御さんたち同士で5人とかですね、集まって、 親御さんがいわゆる社長となってグループを経営できたんですね。はい、当時、えー、最重度の知的障害がある自衛症の人たちは、入所施設しか入れないようなんて言われちゃっていた時期があったんですね。その時に親御さんたちが入所施設ではなくて、グループホームで我が子をまあ支えていきたい。 暮らしてほしいという思いから、そういったのをバックアップする制度としてできたんですね。ですので、親御さんがまあ運営委員長社長となって運営をして、そこに職員を雇って1箇所のグループを運営していくと。1つだけですね。で、それがまあ2箇所3箇所になる場合ももちろんありますし。しまあ、そういった展開していったりする中で、親御さんのやはり高齢化がやはりあるわけで。 そうなったときに、やはり、あの、職員、そこにいるスタッフが主体的に運営していける組織にしていかなければいけないということで、我々そこの職員が自閉症というキーワードでグループをいくつか合併をしていって、法人を作っていったというのが背景にあります。もともとこの平成6年にできたホームは、えっ、ー、と、横浜市内 まあ全国的にもかもしれないですけれども、横浜市内で自閉症の人だけが集まって作ったグループもとしては、多分一番最初だったはずです。まあ、そういった歴史がありますので、今から20年から30年ぐらい前からですね、えー、と知的障害のある自閉症の人たちがまあ地域で暮らし続けているということになります。それがこの重度知的障害のある自閉症の人のグループの3者所ということで、もう住まわれている方たちは、 40代、50になってるっていうような年齢の人たちです。でも、グループホームでもう20年とか暮らしているっていうことですよね。はい。で、今日は、あの、この発達障害の人のグループホームっていうことで、サポートもム事業を実施するために立てたグループホームについて、えー、少し説明をさせていただきます。まずですね、えっ、ー、と、まあ、障害福祉サービスっていうのは、まあ、国の制度という意味です。 受給者証というのが必要になって、えー、受けられるサービスです。会員さんがやられている放課後等でサービスとか、就労移行支援も生涯福祉サービスの一つですね、はい。はい、こちらですけれども、まずまあ入所施設はそんなに皆さんあんまりご縁がないとは思うんですけれども、入所施設は、えー、基本的には、 入ってそこで暮らしていく。まあ、本来は上に書いてあるように、すべて入所施設からグループホームへ移行していくとか、グループホームに入っている人が一人暮らしに移行していくとかっていうことが、まあ、あの、大事ではあるんですね。その、まあ、本人に合った環境がどこかということなので、入所施設がダメ、グループホームがダメ、一人暮らしがいいとか、そういうわけではありません。本人に合った生活環境はどこかっていうことが大事になります。で、今回、この青の真ん中のグループホームなんですが、 共同生活型って言われるものと、まあ単身型って言われるもの、大きく分けると2つあります。共同生活型っていうのは、入居者の人が5人ぐらいで、えー、大きい一軒家で一緒に生活するような感じです。自分の部屋は皆さんありますけれども、えー、お風呂とかトイレが共同ということがほとんどです。で単身型っていうのは、一人暮らしとほとんど変わらないような環境ですので、まあ今日紹介するイオプレイスも同じですね。 普通の民間のアパートのような形です。これもグループホームです。で、グループホームで利用できるサービスっていうのも、居宅介護、いわゆるエルパーさんに食事作りとか片付けていただいてもらうとか、移動さ、移動ですね。行動援護とか、移動支援とか、それから重度訪問介護っていうのもグループホームで利用することができます。ただ、これにも条件がありますので、全員が利用できることではありません。それから、 グループホーム三類型っていうのが今ありまして、ここに書いてある介護サービス、外部サービス、日中サービス支援型なんていうのがあります。これは運営上の話ですね。どの形で法人が運営していくかっていうものになります。まあ、簡単に言うと介護サービス包括型っていうのが一般的なグループホームです。で、外部サービス型っていうのは運営は法人なんだけれども、中身を外部サービスの事業所にお願いしていくような まあ、主にヘルパー事業所さんとかにお願いしていくような方です。それから日中サービス支援型っていうのは、えー、これはですね、割と新しい方ですね。3年、4年前ぐらいかな、できたのが。いわゆる高齢化、重度化に向けて、グループホームって基本的には夜間のサービスなんですね。ところが、重度化、高齢化によって日中もグループホームで暮らす。 必要としている人が多くなってきていて、そこに日中もグループホームに人を配置するというようなイメージですね。まあ、さらにいろんな条件があるんですけども、簡単に言うとまあそういう感じです。で、またサテライト型っていうのもあってですね、サテライト型っていうのは、本体のグループホームからおおむね30分ぐらいで行ける距離以内で行ける距離のところにワンルーム、 等のですねアパート、法人が借りて、そこで、えー、生活するっていうものなんですね。要は、1人暮らしのある意味練習を3年間できますよみたいな、そういうイメージです。はい。えー、それから今、今、えー、鈴木代表もおっしゃってたと思うんですが、今、社会保障審議会等で話されているのが、新たにこの累計にですね、 この通貨型っていうものを作ってはどうかなんていうことが今議論されています。まあ、2年後の報酬改定で何かしらの形で盛り込まれてくるんじゃないかとは言われています。でその通貨型の中身はですね、割とこの今日お話しするサポートホーム事業にすごく似ている高みになります。はい。まあ、ちょっとね、グループも詳しく話すと1時間以上必要になってしまいますので、この程度にしてですね。 えーとそこから今、まあ、グループホームから1人暮らしに移行するっていう人も増えてきています。え東京なんかは独自の通貨型のグループホームっていう制度自体がまずあって、1人暮らしに向けて、えー、移行するグループホームということで利用されている人もいます。1人暮らしになると1人暮らしで使えるサービスっていうのが、まあ、自立生活援助とか、居宅のヘルパーさんですとか、まあ、そういったものも使えますよということになります。 これはもう全国一律国の総合支援法の中で使える障害福祉サービスということになります。<laughs> はい、えー。そんな制度がありつつですね、うちの法人でどんな取り組みをしているかっていうのを、このサポートホーム事業を通じてご紹介させていただきます。えっ、ー、と、この事業はですね、まあ、国のグループホームという制度を使ってるんですが、そこに横浜市独自のまあ、 サポートホーム事業っていう、もともとモデル事業を経て、横浜市で事業化されたものですので、えっ、ー、と、横浜にしかない事業ですし、うちの法人しかやって、今のところやっていないという事業になります。はい。で、サポートホーム事業の成り立ち、まあ経緯ですけれども、まあ今皆さん実家で暮らしていて、その後、いずれ親なきゃとも含めて就職したしとかですね、いずれは実家を出なきゃって思ったときに、 えとまあ、グループもあるよってなったときに、共同生活型のグループもムの方がやはり多いんですね。圧倒的に多いんです。で、そこはやっぱり他の入居者の人とうまくやれるか心配だと。共同生活はちょっとなと。じゃあ、1人暮らしはってなったらいきなりはちょっとなと。なので、その間、中間的なもの、経験ができるものとして、この事業があります。体験利用等ですね、あるんですけれども、えー、本利用は2年間、最長2年間ですね。 で、経験した後にどこに住もうかなっていうのが決める。っていうのがこの事業の特徴的なところです。経験しないとどこがいいかわかんないよっていうことってあると思うんですよね。ですので、その経験できる場として最長2年間ご利用いただくということになります。これ、皆さん、海園さんの人が多いと思うので、就労移行支援事業所2年間ですね。 自分に合った仕事は何,何、どんな仕事かなとかっていうのが、えー、2年間経験をして、一般就労する人もいると思いますし、それこそ障害福祉サービスの就労継続 A 型に行く人もいるかもしれません、ね。それの就労以降の生活版だと思っていただけるといいかもしれません。どこに就職するのがいいってことではない、自分に合った就職先を見つけるってことが大事なのと同じように。 一応利用したからといって、一人暮らしするのが一番いいってことではないですね。自分に合った生活環境を知るっていうことがとても大事になります。はい。えー、イオプレイスの場合ですね、利用料がこのような形になっています。イオプレイスはあの通過型、まあ、体験型ですので、えー、ずっと住む場所ではありませんので、設備として割と大きな家電等はこちらでも設置してあったりします。 一人暮らしするときにはこういったものも全部揃えましょうねということにはなります。それから、えー、と体験利用の場合は、えー、と最低1ヶ月から最長2ヶ月ということに設定をしていますが、そのお部屋については、ホテルのようにワンルームのお部屋に全てのものが揃っています。全てというのは、ここに書いてある大きな家電もそうですし、食器類やタオルや洗剤やトイレットペーパーやティッシュペーパーや、いろんなものが揃っているので、いわゆる うんと食料と洋服さえ持ってくればすぐ生活できるというものになります。実際のお部屋ですね。イオプレスはこんな感じです。でね、これ普通のアパートを一棟建てたんですけれども、また障害がある方は音の問題等あるとは思うんですが、あえて木造の普通のアパートにしています。民間にあるアパートだと、木造のアパートとこれくらいを取って、 こういうものだよとかっていうのが、えー、リアルに感じられるような設定であえてしています。完全にね、防音にしてしまうとね、えー、そこではいいかもしれないですけれども、出てった後に住んだアパート、こんなはずじゃなかったってならないように、あえてリアルなアパートを建てています。はい、こちらは2ですね。イオプレイス2ということになります。同じような感じですね。この写真で写ってる部屋は、右の写真の部屋は、 え、体験利用、短期利用のお部屋になります。こういう形で、設備が全て外になっています。はい。対象者ですね。この事業の対象者は、発達障害の診断がある人っていうのがもう条件です。発達障害者サポートホーム事業っていうくらいなので、発達障害の診断がないと逆に利用ができません。そして、グループホームだと、横浜にあるグループホームでも、他都市、他県から入居することは可能なんですが、 横浜市の事業の絡みがあるので、市は横浜市在住の人が対象となっています。で、グループホーム、国のサービスなどで受給者証が必要になるということですね。ただし区分は、あの、どの区分でも利用ができます。それから本利用、2年間の本利用については原則一般就労している人ですね、対象が。要するに、えっ、ー、と、家賃も含めて、やっぱり一人暮らしはお金がかかります。 ですので、原則、収入がある人ですね。と、はい、いうのが対象になっていますが、体験や短期利用については、就労一就労していなくても、福祉的就労でも問題なく利用ができます。はい、実際の暮らし、1人暮らしになると、こういった食事、金銭管理、健康管理、衛生管理等ですね、まあ、そういったものを1人でやっていく必要が出てきます。それに対して、グループホームの職員が、 訪問をします。例えば仕事終わって7時ぐらいがいいなってなったら夜7時ぐらいに訪問をして、えー、サポートをします。相談に乗ったりします。あの、何でも嫌です。生活ってかなり広いですので、お米の研ぎ方を教えてほしいとか、買い物何買えばいいか一緒に。 買い物同行ううしてほしいとか、通院どうこうしてほしい、クリーニングに出せに行ったことのないので一緒に行ってほしいとかですね、携帯の機種変をしてほしいとかですね、いわゆるご家族が何気なくサポートしていたようなことも含めて、すべて第三者であるグループホームの職員と一緒にやっていくという経験をしていただきます。でそれに対して、この事業のコーディネーターっていうのが、一人暮らしを見据えて、えー、本人の生活力っていうのをまあ評価をするということになります。 で、おおむね2年間ですね、一人暮らしの本人もしてみたい。それから我々から見ても一人暮らしができそうだね。いわゆる本人に合う生活環境って一人暮らしだよね。っていうことが、えー、決まったらですね、引っ越しをしますね。そのサポートも一緒にやっていきます。あの、不動産屋行くこと多分、皆さん初めての人が多いと思うんですけど、一緒に不動産屋行って物件探して、内覧して家決めるっていうところも、 親ではなく、家族ではなく、第三者と一緒にやっていくと。基本はもちろん本人が主体でやっていくということになります。それによってですね、まあ、発達障害の方、はなかなか誰に頼っていいんだろうとか、こういう時誰に相談したらいいんだろうとかっていうことが、えー、なかなかわからない。どんなことに困るかも、一人暮らししてみないとわかんないってなるとですね、ポツンとね、一人でいきなり暮らしちゃうと、孤立しちゃうことがあります。 それを防ぐために予防的に、あるいはおせっかい的に困ってないうちからうちで2年間経験をして、あ、将来一人暮らしをするときにはこういうサポートが必要になりそうですよっていうことを2年間のうちに見極めてですね、一人暮らしを始めるときには最初からこういったサービスを使って一人暮らしを開始するということになります。こういうサービスがあるから使う とかっていう安易に使うんではなくてですね、えー、どういうサービスがあって、これがどのくらい必要なのか、自分には必要なのか、必要じゃないのかとかっていうのを、ね、2年間のうちに経験して、あこういうのは自分一人では難しいから、こういう人に手伝ってほしいなっていうことが分かってから、一人暮らしを始めますので、そういったサポートを、まあ、使うってことを前提に、一人暮らしをしていくということになります。 ですので、あの、サービスをほとんど使わないで一人暮らしする人もいますし、ここに書いてあるようなサービスをいっぱい使いながら生活する人もいます。ですので、サービスを使わないのがいい、使うのがいいってことではなくて、自分にはどんなサービスが必要かなっていうのを知るっていうことがとても大事になるかなというふうに思います。はい。えー、ちょっと、駆け足で早口で申し訳なかったんですが、以上で私からの説明を終えたいと思います。 ウキガイさんありがとうございました。えー、とではですね、えー、私の方からまずいろいろとお話を聞いていきたいと思います。すでに結構混乱されている方が <laughs> チャットを見ると多くて、えー、今、浮きガイさんがたちが横浜市でされているモデル事業を使える人と、まあ、通常のこのグループホームを使える人っていうのは当然違うので、まずはですねこのモデル事業の前に えと現在のこのグループホームっていうのがまあどうなっているのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。でまず、すごく単純なところからなんですけれども、障害者手帳が必要なわけではなく、障害福祉サービス受給者証という、そちらが必要という理解でいいですよね。はいそうです、はいでえー、といわゆるなので、障害がある身体障害、知的障害、精神障害、まあ、どの方でもその受給者証を取れば、まあ、利用する権利があると。 いうことになりますよでどうやら私今日初めて知ったんですけど歴史的にはもともとそらくだから知的障害の方の親御さんが立てることがまあ結構よくあったけれどもそれだとやっぱり親の,その運営力が数十年続くかっていうとちょっと怪しいところもあり徐々にそのきちんとした法人が運営してくださいみたいに制度にまあ変わってきていると。 横浜の場合ですね横浜の場合はそうなっていると。他はその親が建てられるという制度はないはずです。もともとなく、横浜の場合はそういうふうに移り変わってきたし、国の場合はりきちんと法人が建てて、そこに利用者が、受給者証を持った利用者が来ると。そうういことありがとうございます。実は当社が見ていると、発達障害とか精神障害の方というよりも知的障害の方 がほとんど利用しているように見えるんですが、別にこ,この障害だと利用しやすい、この障害だと利用しづらいみたいな、そういう競争があるわけではないそうですね、グループホームっていうもの自体が横浜からスタートしているっていう背景がそもそもあったんですね。で、その後国制度ができてきたっていうことなんですね。で、もともとはやっぱり知的障害の方と身体障害の方からスタートしてるんですね。うん ですので、まあ、多いのはやはりあの知的障害の方のグループホームが数としては圧倒的に多いいと思いますなるほど、はい、なので、おそらくその知的障害、身体障害という形で、えー、排除はしていないけどうちのグループホームってこういうのが得意だよっていうのをもうこう、まあ、表明しているというような理解でよろしいそう,そうですね、すね基本は今あの、うちとカイエンさんが言うことじゃないかもしれないですけど、3障害。 すべて見なさいというのが、まあ、一般的には言われているんですが、おっしゃる通り、法人のカラーとか成り立ちにおいて、やはり身体に強い法人、知的に強い法人、精神に強い法人というのがやっぱりありますし、えーと、このホームは基本的には知的障害のある方のグループホームですとか、精神障害の方ですとか、身体ですというふうにあの実際は切り分けているというのが現実的だと思います。なるほど。 あ横浜市内で45万で住めんの月にしかもあの、えー、と仕事から帰ってきた後になかなか片付けができないとかいろいろ身の回りが大変だとかっていう相談にも乗ってくれる、はい、えそうなん絶対お得じゃん <laughs> <laughs> い,いっぱいに借りるより絶対いいよねと思った方多いと思うんですが、えー、とそもそもお金のからくりってそれで大丈夫なんですか 運営側はそれで儲かるんですかとか心配になる方もいると思うんですが、はい、どういうふうに賃料というんですかね、はい、あの利用料の価格設定はされてるんでしょうか、はいえーと。基本的に家賃っていうのはだけなんですね、オプレイスでいただいているのは。なのでえー、と 横浜が、これ、まあ、グループホームの制度も国の制度なんですが、横浜は独自に、まあ、横浜だけじゃないですけれども、川崎でもどこでも市の単独で補助金を打っているところがあるんですよ。で、その補助金が横浜はまあすごく手厚いと言われていますので、法人にとっては運営がしやすいんですね。で、法人は家賃を利用者さんからもらうわけですけれども、家賃で収入で売り上げを上げてはいけないんですよ。 ですので、えーと、そこで儲かるとか、儲からないということはないんですね。あ、もからないことはあります。儲からないことはありますけれども、<laughs> 基本的にはトントンにならなくちゃいけないものなんですね、うんえー。ですので、そこで収入が上がるということはありません。で、高熱費にしても、一人暮らしのアパートタイプなので、それぞれが個別で契約するので、法人は返さずに、本人とインフラの業者と契約をしてということになります。 で僕らがどこから収入がもらえるかっていうと、いわゆる今の総合支援法が支援したものに対して収入が入るということになりますので、それが収入権になります。それとうちの場合はこのサポートも事業をやって委託費をもらっているということで、それで成り立っています。で収入に関しては、グループホームとか入所施設とか生活介護って、いわゆる障害支援区分によって収入が変わります。要は障害支援区分が軽い。 支援区分なしとか1の人っていうのは収入が少ない事業所にとっても区分6になるでもそれだけ支援が必要という重たい人っていうことで収入が多いということになりますのでいわゆる程度と言われているような人たちのホームっていうのは収入がとても少ないということに法人としてはなりますので運営はとても厳しいと。ただし えこういう発達障害の方たちの場合は、うちの法人では夜間、夜間の支援者、夜勤者を置いていないのにで、夜10時までしかうちのスタッフはいませんので、夜間を配置する必要がないっていう意味では、まあ、運営はしやすいという面もあります。 なるほど、はい、なので家賃では稼いではいけない光熱費は利用者持ち一方で障害福祉なので、まあ、利用すると、まあ、その、えー、と人人数それから多分お,おそらく日数とか月数とかによって国からまあお金が払われるのにちょっと近い形になっていると。 でえっと、これをまさに次質問だったんですけれども、はい、24時間こう入院しているときみたいに看護師さんがいるようになっているのか、まあ、1, 1日に数時間だけいるのか、週末はその支援員はいるのか、まあ、このあたりはどういうふうに決まっているんでしょうか、はい、これもあの法人によるとは思いますけれども、一般的には大体、週、え、5、ー、ですかね、<laughs> 月曜日から金曜日までというのが多くあります。でそこに対して えと我々のグルコムの職員は、えー、昼の1時から午後の1時から夜の10時までというのが1日の勤務で週5いるという形になります。で、引っ越しだったり週末必要なときは週末出てくるということもありますけれども、基本的には夜間なく、体制がない。ただしあの夜中に、朝いないわけなので、何かあったときどうするんだということに対しては、 えと常に24時間365日、専用の携帯電話を全スタッフ持ってるんですね。お<ー>ですので、メール、電話、夜中でも、か誰かしらにはつながる体制が取られています。で場合によっては駆けつけるっていうこともあります。うん、ただ、今まで夜中に駆けつけたってことは、1回あるかないかぐらいですかね。うんうんうん 今あの大体その国の制度としてのグループホームのお話を、まあえー、イメージして伺ったんですが。 で今回、横浜市が、まあ、これまでこうモデル事業というんですか、えー、新しい取り組みをされていたのはなぜで、で今後、国がその通貨型とかっていうのを考え始めているのは、これはなぜでっていうのを、はい、これはあの浮き貝さんのお考えでいいと思うんですけれども、はい、えとグループホームがどういうふうに今、あの議論されて変わろうとしているのかというのをちょっと教えていただけますか、はいえー、とうちの,このサポートホーム事業の成り立ちというのはですね、 もともとカエンさんも別枠でやられてたと思うんですけど、発達障害者支援開発モデル事業ですね。これでうちの法人がこういう事業をやりたいのを手を挙げて、それで一から作った事業なんですね。それを2年間やって、あ、これなかなかいいんじゃないって言われて、よく横ましが事業化してくれたっていうものになります。うん、なので、もともとはですね、発達障害の開発モデル事業なので、知的障害の手帳も精神障害の手帳も取れない。 発達障害の人のための支援開発をしてくださいというものだったんですね。ですが、まあやっていく中で、やはり、あの、適用の良い,い知的障害のある自閉症の方たち、特別支援学校を出て、就職して、もう毎日無欠勤でね、働いているような人たちが知的障害があるからって、うちの事業を利用できないのかって言ったら、いや、それは利用してもらいたい。うん。自閉症発達障害の診断があるのであれば、 っていうことで、まあ、もともとは、知障害ない人に対しての、あれだったんですが、えっ、ー、と、そこは、まあ、横浜市と、まあ、少し話をする中で、そういう人も利用できるっていうふうになっていったということになります。はい。それから、えっ、ー、と、もう一個のご質問が、えっ、ー、と、通過型の話ですね。これからできてくる。 はい、それについては、もともと日本グループホーム学会等が調査した推進事業の中で、今現在、グループホームに住まわれている人たちの中に、一人暮らしをしたいとか、グループホームに住んでいる状態ですね、ここから出て一人暮らしをしたいとか、パートナーと一緒に暮らしたいとかっていう声が、えー、と一定数いますとで、そういう人に対して、そこを促進するために、通貨型を作ったらいいんじゃないかとか。 っっててていいいうう話がが出てきたっていうのが発端だと思います、うんはい、なので、えーと、うちの場合はもともと1人暮らしをしたいとかき、えー、興味があるっていう人が利用するってことでもう限定された人が来るわけですね、発達障害の診断もあってとっていうことで。ですが、今もうすでに利用している人たちの声を拾って、そういうふうにグループも使えたらいいんじゃないかっていうことに対する今回の議論だと思います。 なるほど、まあ、ちょっとあまりにも制度が複雑そうなのでちょっと質問も <laughs> するとどこ行っちゃうか分かんないんですけどってことは、えっと、もともと親と一緒に暮らすとかパートナーと暮らすとかっていうのはグループホームあんまり考えられてなくて基本的には1人で暮らすあるいは一、まあえー、人一人部屋があって共同の、まあ、シェアハウスみたいなものがまあイメージとしてあって。 でずっと暮らす、そこでまあ老後まで迎えるというようなイメージであったけれども、まあえー、と長く暮らしている人には結婚されたりとか、やっぱり1人暮らしが、えー、と自分にやっているんじゃないかと、まあ、そういうようなニーズも出てきて、えー、と通貨型も検討され始めていると、つまり通貨型だけに変わっちゃうってわけでもなさそうという。 そうですねあの基本、国が言っているのは、本人が希望した場合に通過型を利用できるようにというふうにしているので、うん、あの今、反対の声もたくさんあった人たちの中には、その今いるところを出されるんじゃないかという心配があって、反対申請してた人たちはいるとは思うんですけれども、そうではないはずです。なるほど <laughs> ただ、ただですね、はいえと、国が数年前に作った自立生活援助っていう単身者に訪問してくれる。 サービスですね国の制度が思いのほかあまり広がってないとうん全国的には。はい、でも横浜はその名前が違う自立生活アシスタントっていう要は単身者に訪問するサービスってね。もう十何年前からずっと市の単独事業としてやり続けてるんですよ。うんそれが20年近くやってきた時にやっと国の自立生活援助っていう事業ができたんですね。はいうん、ですので、えー、と国の,その自立生活援助があん思いのほかあんまり進んでいない。 それから新しく作った一人暮らしに移行するようなサテライト型っていうグループホームそんなに進んでいないっていうこと、はい、で今グループホームにいる単身が可能とか希望している人たちは国としてはですよ一人暮らしに移行してほしいんだと思うんですよ、うんまあ、お金も税金として、はい、<laughs> 軽くなるから税金コストとしては下がるわけですね、はい、国としては本人の負担は上がりますよね、はいはい、で入所施設の人をグループホームに移行してほしいんですよ 意思決定支援という名のもとに、はい、なので、グループホームを通過、入所からグループホーム、グループホームにいる人は一人暮らしという流れを作っていきたいっていう国の考えがあるんだと思います。 な,るほどなので、まあ、できる限り、り、まあ今日はあのちらっと一番初めの方のスライドで入所施設と、はい、まあ国連でもだいぶ叩かれていたところだと思うんですけれどもそこから、まあ、いわゆる地域へ、まあ、普通の生活に近いところっていうので、はい、まあグループホームっていうのがありしかもグループホームの中でもよりこの通貨型とかあるいはあの1人暮らしの,あの援助っていう、えー、と私初めて実はえっ、ー そういうのは横浜市から発生してるんだというのが、発症なんだというのが分かったんですけども、そういった、まあ、よりこう、まあえー、と国の、えー、福祉の、えー、度合いが少ない方へと、まあ、流していきたいみたいなのが、やっぱり感じたなと。で、す、まあ、横浜が最初と言いましたけど、グループホーム自体はやっぱり、ついの住みか。はい、彼らの住む人の家だっていうものが、もともとの発症なんですね、グループホームっていうのは。 ですので、うんえ、我々がやっているような、いわゆる訓練というかね、学習の生活を学習する機会を経て、練習をして出ていくって発想がもともとないのがグループオムだったんですよ。家なので、はい、家で訓練ってしないですよね。うん、あなたは家で訓練させられたら嫌ですよね。彼らの家なんですよという考えがもともとはグループオムにはあったんです。うん、家という考え方ですので、はい、そこにいろんな障害の、 特性だったり多様化だったりっていうのが生まれてきて、えー、こういう人たちにはこういうのもっていうふうに広がってきたのでグループホームは何ぞやっていうことが今また話し合われてるんですね。なるほどはい まあのんびり過ごすところかより地域にこう馴染んでいくための練習の場所かなどまあこれはじゃあ,あの思想に絡むところで <laughs> その人の、えー、なんか福祉論とか、はい、あるいは人生論とかいろいろあの入って議論が進んでいきそうだなというのは確かに感じた次第です、はい、ありがとうございます。 いかかがでしょうか大体皆さん、あなるほど、グループホームというのはこんな制度で、横浜市はその中でも歴史を作ってきて、今も歴史を作ろうとしているというのが分かり、うん、じゃあどういう質問がっていうのをちょっと見ていこうかなという段階になりましたでしょうかね。えー、たくさんチャットもいただいており、えーと、質問もいただいているので、これを少しずつお答えしていこうかなと思っています。 で、えー、と事前にいただいた質問で、今まだカバーできていないものがあるかというと、まず、えー、とグループホームはどうやって探せ探したらいいですかというのが、まあ、ちょっとこのあたりにあるんですが、ここ、さんいかかがですかね原則、はい、論はですね、えーと、お住まいの役所です、もしくは計画相談、相談支援事業所。 どちらかになるかと思います。そこが情報を持ってて、希望を聞いて、そこに合うところはどこかなっていうのを、えー、探してはくれますけれども、グループホームは基本的に空いていませんので、うん、ここが高齢者のグループホームと違って、次の住みかという考え方でやっているのが多いので、若いですよね、また高齢者と違って。なので開かないので、なかなかグループホームあっても、 入れないといいととうのはあると思いますただ、空き情報とかをキャッチして、その時に教えてくださいということはできますので、こういうホームがいいっていう条件を出して探してもらうということが、まあ、基本のパターンになります。いや当たり前ですけど、だから、スー o とかホームズにはないってことですよね。<laughs> なりません全くありません。<laughs> ない人<と>。なりません。なので、結構自分であの探しに行かなきゃいけない。あ一方で、今の質問だと、え、そんなに 需要が高くて供給が少ないんだったら、業者がどんどん入って作っていけば儲かかんじゃないのみたいに思った方もいると思うんですが、はいはい、そこは経営の観点から言うと、ですねグ、えー、ループホームはまあ以前は本当に赤字というか、難しい経営として難しい、撤退もできない家なので、ということも含めて、なかなか手を出す法人差は少ないしいや、特に夜勤があるというのがグループホームの主体だった。 ですので、人を確保できないっていう問題があります。それから、えー、とそれに見合った収入が少ないっていうこともあります。うん、ですので、展開できないっていうのが法人の都合としては多いです。ただですね、最近株式会社の、えー、グループホーム参入も少しずつちらほら見えてきていますが、結構ですね、怪しいところも非常に多い,い<や>。<laughs> ちょっとレオパレス的な、ちょっとレオパレスさんに悪いかな。まあ、だけど、そういうこの不動産投資 なんか場所が余ってます、それをお金をもらって、じゃあ作ります、利益はあなたに流しますみたいな、こういう不動産投資の中でもう、金勘定としてしかやっていないところは、今後、めちゃくちゃ逆に言うと、増えてくるんじゃないかなとは思っています。あります。ですよね。はい、実際ありますし、<え>なので、あ,ある意味、建てて、まあ、夜勤がない、いわゆる適応のいい人に、ただ住まいをある意味提供して、 うん、ちょっとなんか相談乗ってるぐらいのでやってるようなところはあるとは思います。支援というのは行われてないという感じですよね。なるほどむしろ部屋を貸すっていうことがメインのようなグループ、それをグループをムといって経営しているっていうのはあり得ると思いますはい、ありがとうございます。ちょっとなので、まあ、調べ方っていうのは今、情報が非対象っていうんですかね、えっと、運営している側とサービスを求める側が案外、 かなりズレが多くて、えー、と思ったようなサービスが受けられないっていうのも、ちょっと今後そういうのが起こってくるかもしれないなっていう危険を感じたというので、ちょっと次行きたい役所か、まあ、サービス使えば計画相談か、はい、もしくは発達障害者支援センターとかですね。なるほど、はい。そういったところがいいいと思いますありがとうございます。それからあと人間関係か。はい、グループホームというと、やっぱり共同生活事業。 共同生活援助事業とんですかね、えっと、なので、なんか一緒に暮らしていかなきゃいけない、一緒にこうニコニコした風景を思い描かれる方いると思うんですけど、そのあたりの人間関係の難しさっていうのは、まあ、ど,どうなのか、あるのかないのか。共同生活型だとよくありますよくあります。 やっぱりお風呂とかがね、あの、入る時間が、ある程度決まってないといけない。共同生活ですからね。これは別に障害があろうがなかろうが、シェアするってことはそういうことになると思いますし、音もよく聞こえちゃうと思います。うん、で、やっぱりそういうところに、えっ、ー、と、馴染みにくい人たちのために我々は単身型がいいだろうっていうふうにしていますので、我々のホームは交流も基本的にはないです。うん、ないですし、えー、まあ、 余暇でね少しみんなでちょっとグループでなんかしようっていうときに自由参加でするっていうのはありますけれども、基本的にはこういうのは一切ないです、うん、やっぱり今後でもそういうグループホームが、なんか皆さんが思っているグループホームがこういうものではなく、いろんなのが出てきそうな気配はやっぱありますよね。なるほど であとはあ、こういうのありましたね、あの、居宅介護とか、訪問介護とか、はいはい、看護、ごめんなさい、訪問看護とか、そういったその医療のものとか、高齢者介護のところとか、まあそ、その他の障害福祉サービスっていうのは、そのグループホーム内で受けられるのかどうか、はいえー、と居宅介護については、区分が4以上じゃないと利用ができないです、障害支援区分が。はい、はいで,えー、とですので、訪問看護は使えると思います。 はい、ですが、1人暮らしだったら区分関係なく、居宅介護も、訪問看護も利用できます。うん、そうですねやっぱりグループホームだったらグループホームの人がやりなさいよっていう業務と、うん、入所してたら入所も全部入所がやらなきゃいけないってなるから、外部サービスで一切使えないんですよね。うん、っていう形で、その制度によってあの使える使えないが決まってきます。なるほど。はい ちょっとそもそもグループホームであんななんとか型なんとか型ってこう素人を苦しめる制度になっていてさらに入ったら入ったで実はこのサービス一人暮らしだったら使えたかもしれないけどグループホームだと実は使えないんですよねっていうのはだからあり得るってことなんです,、ね、そうですね。なので我々の場合は使えないホームなのでちょっと深いことが我々職員が何でも屋としてやってあこれは仮想ヘルパー。 とかっていうのを想定しつつ、出たときに我々がやったことをヘルパーさんにお願いする。これはなんとかさんにお願いするっていうのをアセスメントするっていうのがうちの役割ですね。なるほど。ありがとうございます。あ,あと応援メッセージみたいなのがある、はい。では、えーと、まだあと5分ぐらいはご質問をお答えできると思うので、ライブで送っていただいた質問に少し行きたいと思います。えー ああそうですね、今、あの浮貝さんがあの説明いただいた、えー、国のグループホームではない、えー、と横浜市の,その事業で行っている、まあ、先駆的な、今後、国でもあの可能性のあるものだということなんですけれども、まあ、そもそも今、空きはありますか、待機はどのぐらいあるんでしょうかという、この、えー、と通過型とか、あるいは。 えとちょっと1か月ぐらいの練習期間みたいなのを受けられるのも確かありましたよね。そのあたりはどのぐらい待ちがあるんでしょうかうで、ね、あうちのですね、うちのう、ね、場合はホームページにあの待ちの期間が書いてあります。大体いい今だと体験だと1年ぐらい、本利用だと1年半ぐらい待ちますかね。あでも、1年か1年半待てば、はい、あのいい環境が手に入るかもしれない、はい、ところですね。なるほど。 <あ>の <laughs> 1箇所しかなかったときは、もう本当は4年半待ちとかあったので、<ー>体験でも2年半とかあったんですが、2箇所目ができたことによってかなり緩和されました。はい。なるほど。で、でもあそこは通過型なんで、1年半待ってよかった、これで一生 OK ではなくて、2年で練習してどこかに行くってです。そうです。はい。そこは、まあ、まあ、あるってことですよね。そうです。はい。はい、なので、常にこう待ってれば必ず秋は来るというです。うんうん。はい、ありがとうございます。それから、 あとは先ほど利用できる条件として、えー、と自治体に限るってはありましたけれども、ここはその横浜市のモデル事業だから横浜市にの在住者に限るっていうことだと思うんですけれども、はい、そ,そのほかの通常のグループホームはいわゆる県またぎとか市またぎとかってのはここ全然問題ないと。はい、ありがとうございます。それから、えっ、ー、と。 うん、単身向けアパ,ーアパート型のグループホームを探すにはどうしたらいいですかとありましたけど、なので、えー、とあの民間の数もとかだと分かんないので、<laughs> もうここは、えーと福祉あの、行政に行くか、そういった福祉のセンターみたいなところに行っていただくということですね。そうですね、はい、行政、計画、相談、まあ、発達障害者支援センターとですね、そういったところに情報があるはずです。はいいありがとうございます第 このぐらいで今いただいた質問にはお答えができたかな。ちょっと、チャットの方にもたくさん。ああ、ちょっとこの質問は面白いなと。えっ、ー、と、グループホームの、えー、とハウスルールみたいなものですかね。恋愛禁止とか、文言とか、まあ、ここもホームによって違うんでしょうか。はい、あのこれもホームによって 違いますが、原則論として恋愛禁止門限っていうのは設定してはいけないはずです。まあ人権という。はい、そういう意味ではですね。すねただ、やはり共同生活のルールとしてあの設定しているところはあると思います、うん。ありがとうございます。他は大丈夫かなはい。えー。 これもちょっとすでにいただいた質問だとほぼ一緒だと思うんですが、念のため、ちょっと長い質問いただいていまして、児童養護施設の職員か、児童養護から対処する方が精神障害のある方で、単身型のグループホームに入居予定ですと、訪問看護を利用できればと考えているが、 えっと、単身型のグループ訪問やサテライト型で訪問看護を利用することは、まあ、基本的には可能という。可能だと思います。はいですよ、ね。はい、ありがとうございます。あとは、ホームによっては、看護師を配置しているところもあるんですよ。ああ、なるほど。うん、加算で、付けられるっていうのもありますが。 はい、うちもまあ毎日ではないですけど、看護師は体制として看護師をうちも配置しているっていうのもありますので、訪問看護という形じゃないにしても、看護師の配置っていうのを取っているグループホームはありますなるほど、だからグループホームも結構手厚くそういった医療、福祉みたいなところもしてくれるところもあれば、さっきみたいにあの不動産投資みたいに作られて、もう超最低限のものみたいなところもまあ今後出てきそうだなってことはい、はい であとはあのそれだけ人気だったらその審査はあるのか、まあ、それこそ,そのあなたは来ちゃダメとかはい、はい、行政的にはその受給者証さえ取れればその障害の区分のに当てはまれば使える権利はあるけれども、まあ、それだけそのグループホームが少ないんだったら、まあ、あなたはいい、あなたはダメみたいにえり分けられちゃうんじゃないかその順番に入れるのかみたいなそのあたりはどうでしょう。はい うちのホームについては、えっ、ー、と、要件、条件が該当していれば、えー、先着順ということになりますのであの、それで断るということはありません。うん、ただ、本利用だと一般就労してるとか、まあ、診断があるとか、まあ、そういった条件がちゃんと <laughs> 満たしていれば、うちは断りません。うん なるほど、まあ、でも逆に言うとまあ私もその障害福祉をしていて本当に全員あの利用したいっていう方が利用できるかというとやはりちょっとうちのスタッフとしてあの支援させていただくのは実力が足りないかなみたいな方もまれにいらっしゃると思うんですがまあそういうのはなので絶対 あの事業所からすると受け入れなきゃいけないってわけではなくて、まあ、最終的にはやっぱ契約行為になると思うので、できる、できないっていう余地はやっぱ残されてしまっている、あれ、残されているっていうことなんですかねえとまあ基本的にそういうあの利用条件に該当してても断ったってことは一度もないです。あなるほど、なるほど。これってあの難,し難しいというか。 深い話ではあるんですが、いわゆる本利用については2年間ですね。で、そこは原則一般就労しているということが条件になるんですが、一般就労している人っていうだけであの、なんていうかな、がかなりのフィルタリング機能を果たしてくれるんですのそれが就労していません。 どこにも所属していいませんんう人は本でできないんですねあそこがまあ大きなあのフィルターがかかるところかなと思います。うん、でそういう場合は体験でしたので、ね、1ヶ月、1ヶ月なのでこう利用できる、はい、ということになりますが、あの体験して、いや本利用この後したいんですって言っても、就労していなければ就労してから来てくださいという形にはなります、うんあ。でもちなみに今のは浮ヶ谷さんの施設であって、他のところではあの例えば、 就労していなきゃいけないとか、そういうことがなく、生活保護の方とか、いろんな方がグループホームに入れるというただ、一般のグループホームの場合はですね、例えば一人入居者の方が引っ越したとか、まあ、お亡くなりになって空きが出た場合には、基本的に一般公務もしなくちゃいけないんですね。もちろん内々で決まっているところが多いかもしれないですけれども、ただ、一応選定をするので、 申し込みを1個空いたって、だだーと何十人とか100人とか来たりするんですよ、グループをって応募すると、うん。で、そこをやっぱり選定はしますよ、ね、うん、うん、この人はだめというよりは、この人に入ってもらうのがいいだろうっていう選定がなされるっていうのが現実的、現実だと思います。ああそうなんですか。はい、じゃあ、抽選ですらなくって、ある程度そこは、だからまあ,あ、のこの方に必要だろうと、この方はうまく受け入れられそうだっていうことは、まあ、今はまだあると。 そうですね。やはり優先順位も含めて、うん、あの家庭関係とかいろんな障害している重さだとか、そういうのも全部いろいろトータルで今住んでいる人と内緒とかも含めて基本的な選定をするっていうのが現実です。わかりました。ありがとうございます。なんかすあのもうちょっと聞きたい感じなんですけど、今実はもう時間を過ぎていることに気づいてしまったのでどうでしょう。最後にあの今回あの主に発達障害の方まあ、精神障害の方がまあ、グループホーム。 を使うときにどういうことが今後起こりえそうかというような情報を与えられたなと思って行ったんですが、浮返さんからこういうふうに今後なりそうだとか、こういうふうに考えたらいいんじゃないかと、最後に一言でまとめていただけると、何かメッセージがあればと思うんですが、いかがでしょうか <laughs> どうなんですかね。いいいやーどうななななる今そこっっっててて誰も答え持ってないんじゃないかなと思って てていい意味でも悪い意味でも多様性って言われている中で,であの一周してきた感もあってですね何がいいのかなっていうのは分かんないんですけど、まあ、僕らは大事だと思ってるのはやっぱり一回経験をしてみるって本人が決めていくっていうことが一番大事で,でただの本人の希望だけではなかなかあの本人に合うかどうかってのは分かんないのでやはり支援者のまあ見立てというか説明とはやっぱり 一方で大事だと。そこにはしっかり発達障害の特性しっかり理解してるってことが大事だと思いますし、あの、我々はその、やたらめったら一人暮らししたい人を、ボン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 、その一人暮らしさせたいわけじゃないんですよ、別に。それは、あの、就労以降と同じだと思います。就労させるのは簡単、するのは簡単。でも定着が大事っていうのと同じで、一人暮らしも定着が大事だと思っていて、今はそこがすごく課題になってるかなと思っています。出た後に我々が、まあ、 あの、半、はい、永久的にフォローアップはしていくんですが、直接支援っていうところから引いていくわけですよね。会社に就職したら、そこの会社の人にお願いしていくと同じようにですね。まあ、そういうところでも定着していける、していくっていうことが大事なんだけれども、そこがやっぱり、なかなか地域で理解も含めて支援力、福祉側の支援力も含めて、まだ弱いなというのは実感としてあります。はい。なので、そこの、やはり、 入所施設からグループホームだって、っっグループホームがちゃんと受け入れられる体制ができ,ていないことできているってことが大事。それと同じように単身で生活していく人が出ていくのはいいことだとは思いますけれども、そこを支える仕組みがないのに無闇に出していくというのは、相当無責任なことになると思うので、あの今度、国が通貨型を作るということでそうならない、なるってしまうんじゃないかというのは非常に心配です。はい。なるほど。ありがとうございます。あの今後、 え大注目かなと思いましたしあのまだまだグループホーム必要じゃないんじゃないかと思われているような方も、まあえー、と本当に、えーとえー、使うと便利になったりとかあの暮らしが、えー、自分が思っている以上にしやすくなったりとか通過型のメリットも今後出てきそうですので、えー、ぜひあの引き続き注目していただきたいと思います浮川さん、本当に今日はあは詳しく分かりやすく説明いただき <laughs> 本当にどううもありがとございましたありがとうございました。 はい、では最後に我々から少しクロージングのコメントを、えー、させていただければと思います。えー、っとまず明日ですね、えー、明日はお悩み解決ルーム、YouTube でライブがありますので、発達障害や精神障害、それから福祉などについて、えー、お悩みを寄せていた,いただければと思います。 あと12月の23日、これも YouTube のライブなんですけれども、景品付き、プレゼント付きのオンラインの忘年会をしようと思っていますので、ちょっと今企画練っているところですので、ぜひこちらも YouTube に登録していただいて、えー、参加していただければと思います。で、えー、と次回、それから次次回の開演特別セミナーをお伝えしたいんですが、えー、次はですね、えー、再来週ですかね、ツ、え、ボ、ー、です。えーと 発達障害の症状が治るというような本も出されている、えー、お医者様にですね、えーっと、発達障害のどういうところが症状が良くなるのかならないのか、自分でできるのかできないのかみたいなのをちょっとお話を聞いていきたいと思いますし、ちょっとこれまだあの仮なんですけれども、1月は知能検査、まあ、IQ が高い、低いとか、上がるの、上がらないの。 というところで一喜一憂されている方、多いと思うんですけれども、この知能検査の活用法と限界について、えー、真正面からあの議論したいと思っていますので、ぜひこちら、楽しみにされれていいただければと思いますそのほか、肝炎のリンク集、こちらに書かせていただいていますので、えー、興味のある方はあのこちら、チェックしてください。 でえー、と先ほど事務局からチャット差し上げています、開演特別セミナーの、えー、アンケートにご回答をお願いしますというものですね。はいえー、とぜひこちらあの、記入していただいて、えー、こういうようなあのネタで、えー、お話を聞きたいなとか、えー、今回こう、こういう情報もっとあったらよかったのにな、第2弾期待するとかですね、えー、何でもいいですので、えーと、お寄せいただければと思います。 はいえー、以上で、えー、今日の特別セミナー終わりにしたいと思います、えー、ここまで1時間お付き合いいただきありがとうございましたまた会へのイベントぜひ参加されてくださいよろしくお願いいたします